立野湾大津波とは、1958年7月9日、アメリカ合衆国アラスカ州の立野湾で発生した津波である。フィヨルドである立野湾の斜面が地震によって崩落し、海中に流れ込んだ土砂や氷塊で大波が発生した。箱はその対岸で524メートルに達し、これは観測史上最高とされる。立野湾大津波のシ末津波の翌週の立野湾の 航空写真。沿岸の明るい地帯は、津波で樹木を剥がされた森林の跡である。津波の力で倒された樹木。立谷湾は、アメリカ合衆国のアラスカ州の州都樹濃の西方、約 200km に位置する。岩盤が氷河に削られることで形成された、急旬なフィヨルドで、奥行き約 12km、幅約 3km と細長く、湾の奥で、 T 字型に曲がった両側から氷河が流れ込んでいる。1958年7月9日、現地で M7.7 の地震が発生し、湾の奥で大規模な山体崩落が起こった。それによって海中に流れ込んだ大量の土砂や氷塊により、湾内で巨大な水しぶきが発生、沿岸は高さ500メートル以上に及ぶ津波に見舞われた。 波によって押し倒された樹木の痕跡から推量した波の高さは524メートルに及び、それはエンパイアステートビルディングより143メートル高い観測史上最高の高さである。津波発生当時、周辺には3隻の漁船が停泊していたが、そのうち1隻が沈没し、2人の船員が死亡した。他の2隻は無事であった。人石未踏の地へ、 この2名以外の人的被害はない。なお、立野湾は過去120年間に5回の巨大津波が発生している。最大波高が記録された場所は極めて限定されていた。なお、報告者により波高値には差異が生じている。ありがとうございます。